昔々あるところに、とってもおしゃべりな女の子がいました。その女の子は言葉で人を傷つけてしまったので、二度とおしゃべりができないように言葉を封印されてしまいました。歌と仲間との出会いが奇跡を起こす。心が叫びたがってるんだ。